はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日は先日アップした、創造の歌のデッキに、コメントいただきまして、ガイアンさんっていう方から、創造の歌で悪さできるカードを発見しましたと、そういうコメントをいただきましたので、それをもとにデッキを、改良してみました。それで やっていきたいと思います。はい、プレイ。はい、それではやっていきます。はい、7枚でキープします。はい、樹上の草食獣。はい、土地出してターン終了。はい、不吉な海。さあ、土地出してターン終了。さあ、次のターン赤マナ引いてほしいね。はい、海の神のお告げ。赤マナが欲しい。お、赤マナ来ましたね。はい、厚かましい借りて。さあ、これで次のターン創造の歌が出せると。はい、創造の歌。まあ、意味の渇望ちょっともったいなかったですけどね。使うとここがカウンター3つ乗りますからね。フードロ将軍来ちゃったよ。わー、まあ、とりあえずブロックしないでいきましょうか。巨人落とし。はい、厚かましい借りて。ここでサイクリングしとくしかないんですね。さあ、巨人落としがなかなかきついぞ。偶数、これもブロックできないか。これはどうしようもないな。さあ、骸骨の巨人で。はい、偶話の小道。はい、不吉な海。
どうするどうするどうする。意味の渇望。さあ、手札が全部なくなった。モスラ、ここで飛行クリーチャーきついな。はい、ブロック。骸骨の巨人。はい、樹状の草食獣。はい、樹状の草食獣。意味の渇望。カードを2枚捨てる。はい、上智のリエール。
ああ、なるほどね。これでモスラで復活して飛行を持ってるっていうことか。わあ、すごいね。さあ、とりあえず4点は食らうね。さあ、タラニカ。さあ、どうするか。戻して1体死んで、なんとかなりそうな気もしますけどね。はい、厚かましい借りて。あ、この空洞って自分も探れるのか。なかなか厄介な。はい、不吉な海。はい、寓話の小道、起動させて、はい、島を持ってくる。はい、保有のカバン。はい、海の神のお告げ。はい、海の神のお告げ。
はい、厚かましい借りて。はい、オールアタック。そう、ライブラリー結構ギリギリでしたね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではやっていきます。はい、7枚でキープして、はい、樹状の装飾樹、はい、土地出してターン終了。さあ、向こうなんでしょうね。青白、はい、上地のリエール。はい、意味の渇望。エンチャントカードを捨てますか？拒否。厚かましい借りてもいらんか。はい、保有のカバン。はい、アタック。本当はこれ行きたいんですけどね。バントランプか。はい、海の神のお告げ。はい、アタック。はい、ターン終了。なんか料理を入ってそうなデッキですけど、なんでしょう。カウンター入ってる。あ、荒野の再生。はいはいはい。まあ、もうカウンター入ってないものとしようか。はい。創造の歌。はい、不吉な海。はい、中和。そこを中和するか。はい、攻撃しない。さあ、手札が見事に土地なんですけど、
はい、払拭の光。あ、そこを、そこを持ってくか。うわ。これはひどいな。まあちょっと土地伸ばそうか。海の神のお告げ。さあ、光角の海賊来ましたね。残り相手手札が4枚。荒野の再生で赤入ってないっていうのは珍しいですね。はい、成長の螺旋。はい、創造の歌。あ、これダメだ、間違えた。創造の歌2枚目出しちゃダメなんですこれ。普通に間違えた。まあ、こいつが出れば問題はないんですけどね。はい、光角の海賊。さあ、そうなると一応次のターン考えるか。はい、2点ライフ支払う。はい、創造の歌。はい、保有のカバン。はい、攻撃しない。さあ、手札かける2のダメージが相手に飛ぶのかな、これ。いや、なかなかこのコンボはえげつないですね。さあ、上智のばあちゃんでさらに引き直して、創造の歌でもう一度捨てると。あとは勝手に動いていきますね。あと12点入るのかな。すごいっすね。はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではデッキ紹介いきます。はい、歌デッキ回ということでね、
樹上の草食獣が4、保有のカバンが2、海の神のお告げが4、不吉な海が3、成長の螺旋が2、意味の渇望が4、厚かましい借り手が3、光角の海賊が2、骸骨の巨人が3、上智のリエールが3、創造の歌が4、島が5、山が3、森が6、蒸気孔が2、踏み鳴らされる地が2、繁殖池が2、ケトリアのトライオームが4、グーアの小道が2ということでね。はい。そうですね、まあ、コメントでいただいたアイディアそのまま使ったデッキにはなるんですけども、どうでしょう、ガイアンさん多分あの2戦目がそんな感じのコンボなのかなっていう、まあ決まるとめちゃくちゃねダメージが飛んでいく感じですけども、まあ1戦目は不吉な月が、不吉な海がね、かなりこうクラーケンを量産する対戦だったと思うんですけども、まあ、これ樹上の草食獣すごい便利ですね、このデッキだと。3ターン目、4ターン目じゃなくて2ターン目、3ターン目っていう流れでいけたらなかなか面白いんじゃないかなと思います。1ターン目、樹上の草食獣で2ターン目、上智のリエール、3ターン目、創造の歌、それでくるくる回すうちに光角の海賊が出せたりすると結構面白い動きになってきますね。はい、そんな感じで歌で機械というかことです。はい、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。